どうでしょう、ラグ治ってますか？お、水木さん、また来てくれた。どう？ラグい？ラグいかな？再度、こんばんは、ターポンさん、はい。そうか、数学が難かったか。ちょっと問題見てみようかな、僕も。BGM もラグってません。大丈夫、治った？お、Hi, teacher, I am Taiwan student. Hi, nice to meet you. Nice to meet you じゃないか。治ったと思われる。今大丈夫。あざす。あざす。じゃあ続きいこうか。今この PX がルート2と判明したので、高さがルート2と。京都やってほしい？いいよ。京都のもね、やるよ。近づいてきたら。PC はなぜ違う？ PC。あ、これがね、しいたけさんね、このさ、この立体をさ、この P 側から上から見た図がこれなんよ。これ上から、そしたらさ、これ問題の、条件、何、前提条件というかの立方体なわけね。これって立方体、この下の図形って。ってことは、この ABCD は正方形なわけよ。正方形。正方形ってさ、この対角線が、ちょうど中点で交わるよね。中点で交わるし、対角線は直角に交わるよね。ってことは、今これさ、A と P と C って、同一平面上にあると思わない？ A と P と C って同一平面上。あんじゃん。A と P と C は同一平面上にあるよね。で、今、このさ、点 A の真下に点 E があるよね。点 A の真下。ね。だからさ、今これ、もし、線分 EA をこの A の方向にさ、ギューンってこう延長する。延長する、こうやってギューって。延長して、同じようにこの CP、CP も、この P の側をさ、ギューンってこっちに延長したら、ちょうどさ、交わると思わない？この辺で。言ってる意味わかるかな？この CP をさ、この P をこうギューンって伸ばして、止まった？またラグイ、もしかして。Is this a junior high school student question? Yes, this is junior high school question. High school entrance exam. This is high school entrance exam. ラグない？ね。あ、しいたけさん分かった？おー、よかった。ね。で、そう、これがさ、あれじゃん、四角錐がさ、そう、4×ルート2×3分の1。だから、ね、四角錐の、こいつは3分の4ルート2。だから答えは、答えこれね、8たす3分の4ルート2が正解。どうよ。大丈夫、ありがとう。どうよ。どうですか？バッチリですか？ハゲートティーチャーさん、わかりやすい？来ました。お、
ラグくないかな、もう。ハルトさん、わかりやすい、ありがとう。もっと難しい三平方いいよ、それもね、また今度やるから。気合入ってて最高。おい。沖縄の問題もやりますよ、水木さん。ブラボーって感じ？はい。じゃあ、たまごっちさん。アース地球の、あ、見た？あれ。よかったっしょ。アース地球の風。お、麦茶さん、反応しなくていいから。反応すると、調子に乗っちゃうんで。はい。ねじれの位置どこの6本？この丸や、丸。丸の6本や。ね、ちょっともし見逃した方はね、ぜひ YouTube の方で見てください。はい。じゃあ、行きます。じゃあ、はい。今日最後これやっておしまいにするわ。佐藤さん、わかりやすかった。ありがとう。はい。はい、これね。これも、2019年の B 問題ね。B 問題。はい。で、これ。CAB イコール105度。105度となる角度を求めなさいと。サウナーさん、作図苦手。よかったです。はい、もうね。お、ミレイさん素晴らしい。早い。そう、もうね、これね、数学ね、ちゃんとというか、一生懸命勉強してる子は、もうこのね、105っていう数字見た瞬間に、いや、これやんと。ね、105って見た瞬間に、ミレイさんのように、いや、60度と45度やんって、もう即答できるよね。そう。もう105と見た瞬間に、ミレイさんのように、そう。あとそう、ターポンさんのように、65と45やないかいと。はい。じゃあ実際にやってみようか。ちょっと待ってね。そうだからね、方針としては、方針としては、105度イコール、60度プラス45度と。でさ、60度ってどうやって作る？ 60 度ってさ、60度って正三角形の一角だと思わない？正三角形の、一つの角。でしょ？だし、45度ってさ、これって、直角の二等分線ですよね。ね。そう。で、実はね、コンパスを使えば、この正三角形も直角も二等分線も全部作れるよね。じゃあ今日はね、最後これとおしまいにしよっか。だからまず、まずね、そう、CAB が105度だから、多分ね、この辺にできるわけよ、この辺。C。この辺にこうやってできると。ね、で、ここが105度。で、正三角形ってどうやって作るんだっけ？正三角形ってさ、3つの辺の長さが等しい三角形だよね。正三角形っつうのは、これは、3つの辺の長さが、等しいと。ちょっと俺これ図でっかく作りすぎたわ。だからさ、これさ、この AB の長さにこうやって合わせて、こうやってさ、引けばさ、今、こっからここ、こっからここのさ、長さ、同じだと思いませんか？
よって今ここに60度が作れたと。はい。ね。あとは、この45度、直角作ってから2等分すればいいですよね。だから今、やべ。今、ここ、この点 A から直角を作ると。直角、こうやって。直角作った後に、そいつを2等分すると。さあ、直角の作り方皆さんわかりますか？直角は、ね。まず、長さは適当でいいから、点 A にぶっ刺して、2点引くと。ね。そしたら、長さは変えても変えなくてもいい。今度はこの、今作った2点から、作った2点から、こう、針を刺して、線を2本引くと。ね。あとはこの交わった点と、点 A を結ぶと直角になると。ね、これで今直角が作れた。ここね。あとは、この今作った直角を2等分すれば45度。角の2等分線は、また同じく適当でいいから、この点 A から2本線引いて、ね。で、あとここは、長さ別に変えてもいいから、2本線を引くと。危ない。で、この交わったところと点 A を結ぶと、角の2等分線。で、ここが45度ね。45度。だから、半直線。こっちに伸ばして、ね。この辺に点 C を打つと。はい。と、これで60足す45としよう。ね。と、この、ね、105度って聞いたら、それを作ると。あとなんだろうね。あとさ、まあ、30度も作れるよね。30度。佐藤さん、なるほどでしょ？ 30 度もさ、だから、例えば、75度とかも、コンパス使って作れるわけよ。75度。75度は、米粉さん、そう、30は60の半分ね。で、75は、これは、これね、30足す45。だからまずね、60度、この正三角形作って、まあ、それを2等分すると。で、そっから、また45度、直角。角の2等分線はな、角の2等分線は、どうやって作るかっつうと、まあ、やり方だけ言うと、ごめん、やり方先に言った後になんでそうなるのかを説明すると、まず、長さ適当で、この、じゃあ今、こいつ、ここの2等分するね、この30度作るわ、30度。点 A から、まあ、適当にこう、引くと。ね。で、あとこの今交わった点、交わった点から、さらに、ここは別に、長さは変えてもいい。で、また2本曲線引いて、こうね。で、この交わったところと、この交点、ここ。ここ結ぶと、角の2等分線と。うん。これがね、なんでこの2等分線になるかっていうと、例えば、どっか適当な点、どこでもいいんだけど、適当に点ここに打つよ。この点から、点、名前何しようか、P にしようか。点 P から、この、それぞれの、
線分、線分に垂線、垂線っていうのは90度だ、90度。90度下ろすと、まあ、これは適当にやるんですけど、90度。下ろすと、これってさ、この2つの三角形、見えるかな、この。この赤で書いた2つの三角形見える？これって合同なんですよ、合同。まあ、なぜならば、ここ直角じゃん？直角。直角だし、この AP は共通ね、共通。共通だし、あとなんだ。90度で共通で、この長さはわかんねえか。なんでだ？90度直角。これ合同になるから、まあ、ここが2等分なんだよね。合同だから。なんでだろう？まあ、そうだな、うん。ここの長さと同じなのか。こう。あ、でも違うか。ちょっと待ってな。ここが、共通でしょ？共通の、いや、角の二等分はちょっと待ってな。これが、90度。斜辺が同じ。あれなんでだ、ごめん。ここが。ごめん、ちょっとこれ宿題にするわ、俺の。悪い。宿題にするわ。今日終わりにする。ごめんなさい。これはな、そう。まあね、私がね、答えを言っちゃうのはね、簡単ですよ。これも私がね、こう、答えをね、こう言っちゃうのはね、こう皆さんの成長を妨げるというか、はい。ね。もう自分で考えるっていう、このね、その、自分で考えるという、あれも、あれなんで、自分で考えるというあれも大事なんでね。ちょっとこれはね、僕はね、心を鬼にして。これはね、皆さんね、僕はね、ちょっと、心苦しい、本当に。うん。途中で終わってしまって。心苦しいが、ね、ここはね、心を鬼にして皆さん、ね。皆さんの成長を、ちょっと私は、ね、成長を促すというか、はい。ね。じゃあ、終わりにします。すいません。すいません、ちょっとこれ分かりません。ごめんなさい。ちょっと、ごめん。ちょっと、明日までにちょっと僕やっとくんで、すいませんでした、本当に。皆さん。ごめんなさい。じゃあ、またね。はい、じゃあね、バイバイ。すいません。ごめんね、これ、ごめんね。明日やります。じゃ失礼しまーす。すいません。切りまーす。じゃあね、おやすみ。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。おーい。失礼しまーす。